はい、こんにちは、のぶです、では517日目、ネックロールチャレンジ連続15回、今日もやっていきたいと思います。やっぱりあのレッスンの先生もおっしゃってたんですけど、やっぱり1個の技、その技を1回だけ決めるのは簡単なんですけども、その同じ技を連続してやるっていうのは結構またあの1回できるのとまた違 う, こう性質で難しいと言っていました。まあ本当だなと思います。もうほぼ8割、自分はもう肩からのこのボールが肩から離れるタイミングがちょっと遅いっていうのが8割方占めています。で、あとはまあキャッチのスピード、キャッチする時のスピード、あとは上半身、まあ上半身というか、あとはなんかちょっとこう力んでやってるので、もうちょっとなんかこううまく力を、まあ、いい意味で抜いた状態で、こう滑らかにというかできればなとは思います。というところで、今日もで、ただやってるだけじゃダメなんで、まあ一回一回っていうか考えながら、ここをこうするとこうなるなとか、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、ちょっとね考える、その考えて練習するっていうのはまだまだ未熟だなと思いました。というところで早速いきます。ネックロールいきます。